動画やってますよ。すごい人だかりで。でしょ？ちょっと見よう。行きましょう。だから。今来るぞ。おお、武将隊。我々熊本城おもてなし武将隊とは、戦国のように来た物の武集団でございまする。いつしか南屋のスマウシ駅すぐ近くにも我々が出向くこともあるかもしれない。撮ってくれてる。一番右。今回は我々の物の主義で、この森の上に行こう。何やら大砲のようなものを構えて、カメラです、これカメラ。大砲じゃないです、カメラ。そっか、まあ、見たことないの。カメラです。映ってくるのか、今福岡の放送です。福岡の放送局でございますか。それは失礼いたした。桃地浜ストアと言います。桃地浜ストア、桃地浜ストアをご覧の皆様方、はい、我らのことをしかと覚えておいてください。告知が入りましたよ。スタジオに遊びに行くことも可能でございます。アドリブが面白いし、グイグイ来られるんですよ。そしてこういったの毎日2回決まった時間に、こういったの10人の武将のうち誰かが現れ、こうやって演舞をね披露してくれるんですよ。クオリティ高いんですよね。はい、もう大人気で、パフォーマンスが始まった途端、ご覧ください、これ人だかり、本当に人がたくさん集まるんです。もう答えありますよ。園児たちも並んでますから、一番最前列に。お疲れ様でした。お疲れ様でした。モモチハマストアの。あ、そうでございます。いや、嬉しい、覚えてください。お名前を覚えていただいて。覚え申したぞ。福岡といえば、はい、我が殿、細川忠興公の城がある小倉城があるのでございます。はいはいはい、福岡にも我らゆかりがあるのでございます。そんな福岡ともゆかりのある武将隊の皆さんに、熊本市内のおすすめスポットを伺ってみました。武将隊の皆さんに。志摩様、はい、志摩様、あれを言うべきではないかと。どれを。どれなるほど。いや、福岡の方々もみんなきっと大好きな熊本のゆるキャラくまモンに会える場所があるわけじゃな。くまモン大好き。くまモンスクエアという場所がある。ああ、ここからであれば市電に乗っていただいて、まあ、街並みをゆっくり楽しみつつ降りていただければくまモンに会うことができる。みんなもおすすめじゃ。ちなみに武将隊の皆さんは馬で行くと言われておりますさあ、具体的に、ね、移動手段まで提案していただきましたよ。さすがおもてなし武将隊ということで、路面電車に揺られくまモンスクエアを目指します。